サイバーバード競争曲は、吉松隆によって1994年に作曲されたアルトサクソフォーンとオーケストラのための競争曲である。サクソフォーン奏者である菅和信也による移植第二作として、1991年のファジーバードソナタに続いて作曲された。1994年3月21日、円鉱寺正彦式読売日本交響楽団により、 初演され、その後、読売日経、新日本フィル、日本フィル、新生日経、大阪フィル、名古屋フィル、関西フィル、さらには、日本オーケストラ連盟主催、第8回現代日本オーケストラ名曲の調べなどで、再演された。菅川は1996年に、デイビッド・パリー式のフィルハーモニア管弦楽団と、1999年には、 藤岡幸雄式の BBC フィルハーモニックと二度 CD を出している。その後2013年には吉松隆史歓暦コンサート鳥の響き展の模様を収録した鳥の響き展ライブが発売され、この中にも菅和と藤岡幸雄式の東京フィルハーモニー公共楽団の演奏で収められている。この曲はアルトサクソフォーンに加えてピアノとパーカッション奏者一人も 独創的に扱っており、一種の三重競争曲にもなっている。ピアノは小柳美奈子、パーカッションは山口孝子が演奏することを想定して作曲された。タイトルのサイバーバードとは、電脳空間にいる架空の鳥のことである。三つの楽章からなり、各楽章には以下のような表題が付けられている。この曲を作曲中に、吉松の妹がガンで死去している。 連日徹夜で看病をしながら、病室で作曲を進めていた吉松に生まれ変わったら鳥になりたいと言ったという、ありがとうございます。